今日はちょっと二つ作りやからお嬢様みたい。これないやけど。長々と見ていただきありがとうございます。こんばんは、わん LOVE。 返信見てるよ、もちろん。ありがとうね、最後まで見てくれて好きな人だよ。いっぱい喋っちゃいました。おやすみ、おやすみなさい。ちょっと今日さ、食べ過ぎて何食べたか忘れちゃった。これ見て、かわいいかわいい、ラーメン。嬉しい、ありがとうございます。頑張った、ありがとう。応援しますか、待ってください。嬉しいな、ありがとう。今日もまた明日。それでは48グループ優秀賞をお一人ずつご紹介してまいります。48グループ優秀賞、一人目は AKB48 チーム8、仰天ゆりなさんです。続いて48グループ優秀賞、二人目は SKE48 チーム S、 平野桃奈さんです。平野さんは本日映像での出演となります。続いて48グループ優秀賞、3人目は NMB48 研究生、早川優奈さんです。48グループ優秀賞、4人目は HKT48 研究生、市村愛理さんです。48グループ優秀賞、5人目は NGT48 諸橋ひなたさんです。そして48グループ優秀賞、6人目は STU482 期生、高尾さやかさんです。以上、6名の皆さんが48グループ優秀賞に選ばれました。皆様改めて大きな拍手をお願いします。それでは前田社長より48グループ優秀賞の皆さんに盾が授与されます。仰天さん、まずはステージ中央へお進みください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続いて早川さん、ステージ中央へお越しください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、早川さん、おめでとうございます。そして市村さん、ステージ中央へお越しください。おめでとうございます。ありがとうございます。市村さん、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは諸橋さん、ステージ中央へお越しください。おめでとうございます。ありがとうございます。諸橋さん、おめでとうございます。そして高尾さん、ステージ中央へお越しください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。本日ご欠席の平野さんにも盾が贈られます。それでは皆さんに一言ずついただきましょう。今の気持ちをお聞かせください。まずは仰天さん、お願いします。はい、 AKB48 チームメイトの仰天ゆりなです。今日は本当にこんな素敵なステージに立つことができてすごく嬉しいです。私、毎日アイドルを4年以上させていただいてるんですけど、まあ、お仕事が忙しくてなかなか急に配信したりとかして、ファンの方もお仕事の
合間をサボりつつ見てくださったりとか、夜遅く見てくださったりとかして、こうやって楽しく毎日配信がすることができています。これからも楽しくショールーム配信していきたいと思います。本当にありがとうございます。拠点さん、ありがとうございます。続いて早川さん、今のお気持ちを聞かせください。まずはこのような素敵な賞をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。私は、昨年に NNB48 に加入して、でショールームが開始された日から毎日配信して、最初は右も左もわからないままファンの皆さんに教えていただいて、気づいたら毎日配信やってたって感じなんですけど、ですね、本当に、こんな大好きなファンの皆さんと交流を取れるこのようなショールームのようなね大好きなショールーム配信を作ってくださったショールームの皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、毎日見に来てくださるファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。それでは市村さん、今のお気持ちを聞かせください。はい、今日は本当にありがとうございます。いつも見てくださって応援してくださる皆さんがいてくださるから、今日このステージに立つことができました。歌って踊ってっていうアイドル活動以外の活動でこうショールーム配信をこう毎日頑張って、時には心が折れそうな時もこのショールームさんが、ショールームというアプリがあるので、すごい何度も心を救われてきたこともあったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、そうですね、配信をバンされないように、楽しい配信を心がけかけていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。それでは諸橋さん、今のお気持ちを聞かせください。はい、LGT48 の諸橋ひなたです。まずはこうやってショールームで AKB48 グループを優秀パフォーマンとして選んでいただくことができてとても嬉しいです。ありがとうございます。今年は上半期に AKB48 グループで配信数と配信時間を一番になることができて、本当にそのくらいショールームがすごくすごく大好きです。ショールームを通してたくさんのチャンスだったりファンの方に出会うことができて、本当にショールームを頑張っていてよかったなって思うことがたくさんあります。これからも頑張ります。ありがとうございました。諸橋さん、ありがとうございました。それでは高尾さん、今のお気持ちいかがでしょうか。はい、ST482 期生の高尾さやかです。私はいつもものすごく自由な配信をしているので、このようなグループを代表して表彰されるっていうことに全く思っていなかったので、すごくびっくりしているんですけども、やっぱりいつも見てくださっているファンの方や、こう温かい雰囲気を作り出してくださっているリスナーの方々に感謝したいと思います。ありがとうございます。高尾さん、ありがとうございました。そして平野さんからは受賞コメントの VTR が届いておりますので、そちらをご覧ください。どうぞ。皆さん、こんばんは。 SKE48 チーム S 15歳の平野桃奈です。この度はショールームアワード2021 AKB48 グループ賞、本当にありがとうございます。今日は時間の都合上そちらに行くことができず残念ですが、自分が選ばれたことびっくりで嬉しいです。私はショールームを2年半やっています。毎日ファンの方と楽しい時間を過ごしています。いろいろな企画を考えたり、ゲームをしたり、クイズをしたり、お歌を歌ったりしています。いつもファンの方と毎日笑っています。イベントの時はみんなで頑張ってファンの方との絆が深まり、ショールームはももにとってとっても大切な場所です。この賞をいただけたのもいつも見てくれるファンの方がいるからです。本当にありがとうございます。これからもファンの方と楽しい時間を過ごしたいと思っています。まだ見に来たことない方はぜひ一度見に来てください。今回はAKB48 グループ賞、本当にありがとうございました。平野さんもどうもありがとうございました。さあ、堤下さん、はい、この6人の中から最優秀
パフォーマーが決まるということで、はい、いやすごいですよね、はい、48グループだってたくさんいるわけです、ね、そうです。その中から選ばれてさらに最優秀でしょ、はい、えげつないことしてますよ、ね、しかも配信も毎日頑張って、はい、そして皆さんライブもやってるわけで、そうなんですよね、だからライバルであり友でありという中のこの僕はそのグループって言ったってコンビなんで、はい、2人じゃないですか、皆様何人もいて中友達もいてライバルもいてって中でその壁を乗り越える努力プラス配信もしなきゃいけないというその中の戦いがどういうお気持ちかわからないですけど、とにかくなんかこう厳しい中での優しさであったり戦いであったりっていうのが気持ちわからないですけど、なんか頑張ってほしいなっていうもう親心ですね。そうですね。もうなんかこうだって今15歳って聞いてびっくりしましたもん。そうなんですよね。僕30個下ですからね。びっくりしましたよ。だから頑張ってほしいと思っております。はい。はい、ありがとうございます。はい、さあそれではもうどなたがとっても不思議ではないですけれども、視聴者の皆さんもそして会場の皆さんも誰が48グループ最優秀賞になるか気になるところだと思います。それでは発表しましょう。皆さん心の準備はよろしいでしょうか。はいありがとうございます。それでは発表します。ショールームアワード2021 48グループ最優秀賞に選ばれたのは、STU48 の高尾さやかさんです。おめでとうございます。高尾さん、おめでとう。それではどうぞ中央へお進みください。前田社長より48グループ最優秀賞高尾さやかさんに盾が授与されます。すごい、素晴らしい、2枚。え、なんでですか。重たい、重たい理由を聞かせた急に、ありがとうございます。もらった後にしようよ、理由は。一回預かります。はい、あ、おめでとうございます。2冠だ、2冠。はい、どうもありがとうございます。さあちょっと今のお気持ちを伺いましょう。はい、もう真ん中行かないんだ。いいよ、真ん中。よろしければぜひぜひ、はい、絶対呼ばれないって思ってたので。あ、そうだったんですか。それはどうしてですか。はい、やっぱり呼ばれないと思ってました今本当にいつもなんか何ともない話をしたりとかしてたので、いや、びっくりです。はい、でもこんな2021年最後の日にこんな流行る賞をいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。すごい。さあこうやって最優秀賞獲得されましたけれども、今後ショールームでこうやってみたいなとかやっていきたいなっていうことはありますか。一回ショールームさんとガンスを売ったことがありまして。そうだ、はい、覚えてますか。ショップルームで。そうです、そうです、ショップルームで。なのでまたそういうガンス以外のものを瀬戸内の特産品と合わせてまたできたらいいなと思います。はい、いいですね。すぐやりましょう、それは。 ありがとうございます。またここで決定するところが前田社長ならでは、はい、ショールームならではだなと、はい、感じます。改めておめでとうございます。ありがとうございました。それでは皆さんどうぞお戻りくださいませ。ありがとうございます。縦2枚渡してあげて。そうですね、縦2枚。縦2枚ね。あ、縦2枚は後ほど、はい、縦持ってない状態で履けんの。縦2枚欲しいよね。はい、縦2枚スタッフがきちんと、あ、私ね、はい、後ほどきちんと渡しますので。結局何も持たずに帰っちゃった、ね、そうそうそう、何もないみたいな感じになって。